はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最近ね、この世の中では怖いニュースでいっぱいですけどもね、まあ、そんな怖いニュースの番組もね、この手を洗いましょうというフレーズでね、明るい番組にね早変わりですよね。最近ではね、ジャニーズの皆さんが手を洗う動画をね、こう公開されていたりね。で、まあ続いてね、その世界中のセレブがね、インスタグラムで手洗いチャレンジっていうのをね、アップしてますよね。あの、MLB のね、ツインズに移籍した前田健太さんもね、手洗いチャレンジのね、動画をね、アップしてましたね。まあそんな手洗いなんですけども、まあ皆さん、その、洗い方の見本ぐらいは見たことあると思うんですよ。まあ、世界ではね、WHO が推奨する洗い方とか、で、日本では、その、厚生労働省がね、推奨する洗い方がありますけども、実は皆さん、特に女性の皆さんなんですけどもね、皆さんが普段やってる歩くことの方が、WHO や厚生労働省が推奨している洗い方の動きよりも、もっと手を細かく、もっと念入りに扱っている瞬間があるんですよ。それ何やと思います？どんな時やと思いますかね？それはね、これなんですよ。ハンドクリームを塗ってる時です。これハンドクリームじゃないですけど、全身に塗れるローションなんですけども、僕はこれをね、全身に塗っております。もちろん手にも塗ってます。で、ハンドクリームを塗るときって、めちゃくちゃ細かく念入りでしょ。僕も結構念入りにやっちゃいますね。美容師なんでね、手荒れは友達みたいなもんなんですけども、まあ、友達って変やな。めちゃくちゃ散々悩まされたのにな。まあいいや。まあその、ね、手洗いもね、ハンドケアと考えたらですね、こう、石鹸を使って手を洗うときでもですよ、同じようにやれば絶対綺麗になるし、推奨されてる30秒以上なんてすぐに過ぎますよね。こう早速塗っていきましょう。ね、これ、まあ、出すじゃないですか、手に。こうやって出すでしょ、ピューってね。出して、まあ、こうするでしょ。で、次どうします？こうしますよね。で、こうしますよね。で、指の間、で、こうとか。で、まあね、親指に、指でこういって、ね、行きませんか？行くでしょ。こう、なんなら、こう、爪のこの甘皮の部分までこう、見えるかな？こうやってこうやってねするじゃないですか。ビャーってこうやって塗るでしょ。で、塗ってたら今度手首いくじゃないですか。手首いって、で、気ついたら手首いって、気ついたら肘までいきません？こうやってこうやって、でこうするでしょ。ね、何回か見たことあるんですよね。あの、いろんな人がハンドクリーム塗ってる時にこうやってしてるとことかね。これぐらいやるのに、手洗いの時もこれぐらいやったらええんですよ。まあ、外ではね、このお洋服の関係もあるやから、ここまでっていうのはできないでしょうけども、まあ、お家帰ってきたらね、これぐらいやったらええんですよ。まあ、よくあの、医療ドラマであるじゃないですか。こう、手術前にね、手洗うシーンとかあるじゃないですか。あの時もね、こう、ここまで洗ってますよね、わーってね、ちゃんとね。まあ、最近では、その、僕の記憶にあるのが、ね、椎名桔平さんと天海祐希さんが出てたあの、ドラマ、何やったか、トップナイフやったかな。トップナイフですよね、あるじゃないですか。あれで、二人が同時にね、手を洗うシーンがあってですよ。あれをね、すごい覚えてますわ。まあ、ドラマでしかね、見たことないだけであって、ね、実際にはその、手術する先生の手を洗うところはね、見たことないんですけども、まあ、当然のことながらね、見るわけがないんですけどもね。で、まあ、その、医療系のドラマってね、医療関係者の方の指導があって、正しい機材の使い方とか、車椅子の使い方とかね、あるらしいんですけども、そういうルールとかっていうのを役者さんに、指導してるみたいなんですよ。で、きっと天海さんも椎名さんも、手の洗い方とかっていうのをね、こう指導を受けてたんだと思います。ほんまにこうやってね、指を洗います、爪の中を洗いますとかね、でも反対の手とかね、で、親指、で、手首とかね、で、なんかね、泡を落とすのに、水を出して、こう、シャーって出るところにこう、シャーってこう、腕を動かす。あえてこう、水を、泡をこう手で落とさないという、水の水流だけでこう、
ジャーって流すような感じで泡を落としたりねしてますけどね、そのね泡の落とし方ね、入院してたところの、僕が入院してたところのナースステーションの、手洗い場のところで看護師さんが実際にね実践されてました。それ覚えてるんです。すごい、あなんかねえに手洗ってはるわ、まあ、流すんやろうなと思って見たらシャーって水流にこう腕をね通してるんですよ。あこうやって泡落とさへんや、そのまま流すだけなんや、それで泡は切れるんだねと思ってね、そっからねちょっと真似したりしてます。まあね、その僕らはねその手術するわけじゃないんで、そのね看護師さんみたいな仕事するわけじゃないんで、そういう洗い方を普段からやるのはねちょっとね、まあ縁に越したことはないんですけども、まあ、せめてねこのハンドクリーム塗る時の丁寧な感じぐらいはねこう皆さんやってみたらどうかなと思いますんでね、ちょっと今日はそれを動画にしてみました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。